皆さんこんこにちはレクセニコシノバタです今回の動画はですね「独学」で合格する人しない人の違いはこれだということでちょっと物騒なタイトルつけましたけどもあのお話ししていきたいと思います。でただ独学ってなかなか定義難しかったりしますが今回の動画の独学というのはあの予備校の期間コースを取ってない例えばこう何十回かのコースを取ってないつまりあの模擬試験だけ予備校を使うとか あとは単発で弱点だけ補強する講座を取るとかいった方も含めて独学という言い方をしていきますはい、そこはあのご了承くださいでは早速中身に入っていきますねで今回は解説をするにあたって画面切り替えたこの資料を見ていきますのでよろしくお願いしますはい。で独学で合格する人しない人の違い6000ということで挙げておきました まあ、当然、独学で合格する人の方向性で皆さんは勉強していけばいいんですけども逆に、独学で合格しない人のものを見てもらってそれを真似しなければ合格に近づきますって方向性で見てもらってもいいです。はい、まずなんんでですすけども、独学で合格する人を、ね、試験の特徴をちゃんと理解しているかどうかです、はい、どういうことかと言いますと例えば、取説のところにもあのオリエンテーションつけてますよね。 試験特徴で300点中180点取れば合格できますよと60%で合格できるのでまあ別に難問には手を出さなくてもいいですよとかね基本的な問題を確実に正解できればいいですよって伝えてるんですがあのこの特徴を結構忘れちゃう方いるんです、ね、やはりこう勉強していくとこう満点取らなきゃいけないとかねあの重箱の隅をつつく問題も解かなきゃいけないってことであの方向をずれちゃったりするんですね。 でそうずれていくとこう無駄な勉強をしてしまいますので結局全てが中途半端っていうこといこになりかねません、はい、ですから試験特徴を理解している人は効率的な学習ができますけども特徴を理解していないと効率的な学習ができないんで、まあ、そこで分かれていきますね、まあ、正直ものすごく勉強時間があるんだったら効率的に学習できなくても勉強量で補うことはできますが。 まあ行政書士の受験生の方お忙しい方が多いので、やはりこうね特徴を理解していただいた方が効率的な学習ができると思います。ぜひ取説のところにもねいろいろな特徴を書いておきましたから参考にしていただきたいと思います。そして2つ目、独学で合格する人、細かいことを気にせずに先に進められる人です。どうしても初めて勉強していくとあの取説わかりやすく書いてあっても、うん、どういうことかなってことがあったりもします。 まあ、そういうことに関してはあの後回し OK って形で後で見ればいいですよってつけてるんですけども、まあ、でもうんって止まっちゃうことがありますねでもそこでうーんと考えても分からないんですよだからとりあえずそこはもう保留にして先にどんどん進めると。で法律の特徴としてはあの最初分かんないんだけど最後までやって戻ってくると分かることがあります。はい、最後まででで進めると分かるるととかこもあるんですよなんで それを前提にしていただくと、あのもし途中でわからないこと出てきても飛ばすことができますよね。でも逆に独学で合格難しい人っていうのは、あの細かいことが気になってしまって。その場で永遠と考え続ける。で考えてもわかんないので、挫折してしまいますよね。そう、最後まで勉強進まないんですよ。ここでも分かれていきますので、まあ、とにかく、あの細かいことは気にするなっていうことが前提です。うん、そして三つ目。 独学で合格する人手を広げすぎずに重要事項を確実に習得する人ですねはいあの、取説テキストも A ランク B ランク C ランクでつけてますねでやはりこう A ランクをしっかりやっていくことが先です、うん、なのであの最初からまんべんなく勉強してもいいんですけどもそうすると100の曖昧な知識が残りますそんな状態で問題見ても解けないんですよ だから100の曖昧な知識よりも10個で構わないから正確な知識があった方が試験では得点できますからね、はい、ここはは独学で受かる方は意識しています逆にうまくいかない方はあの手を広げすぎてすべてが中途半端に終わります、まあ、さっき言ったことの裏返しですね手を広げすぎてすべてが中途半端に終わってしまうというところがありますのでまずはテキストに書いている A ランク B ランクをしっかりやっていただくということを 意識してください。そして四つ目。はい、独、えー、学で合格できる人。インプットとアウトプットのバランスが取れてますと。インプットはあのテキストを読むってことです。アウトプットは問題解くんですね。はい、あのバランス取れてます。例えば、テキストを見て覚えるインプット。で、問題解くアウトプット、見直すインプット、解き直すアウトプット、ね。 あのインアウトインアウトって言ってこうジグザグにやっていくのが一番いいんですよ。これがひたすら覚えていくだけだったりすると問題に当てはめる練習がないので知識はあるけど問題解けないケースもあります。逆にこう問題解きすぎてそこだけあってもあのその問題解けますけどちょっと聞かれ方変われちゃうと解けないんでそうなるとやはりうまくいかないんですよ。ですから。 これも、ね、今あのバランス取れている方を中心に話しましたけども逆ののこととをを考えてていいいくくく合格ででききなな方にまます、はい、なのでバランスをうまく取ってくださいやはりこう予備校で私も教えてるんですけどもどうしてもこうね、えー、ある程度覚えていくまでは問題解きたくない理由は解けないと気持ちが悪いからっていうテンション下がるからもちろん分かるんですけどもただ早めの段階であのどんな問題が出てますかって見た方がいいと思うんで。 まそこはしっかりとあの早めのうちにアウトプットをしていただきたいと思います。はいあと5つ目、えー、学習スケジュールをしっかり立ててる人は独学でも合格をしていきます。ただ逆に闇雲に手当たり次第に勉強していくとうまくいかなかったりしますね。まあ、皆さんがこうどれぐらい勉強できるかとかね、えー、どんな学習環境かわからないんですよ。 だから細かくはお伝えできないんですけども、まあ、自分なりに一日の勉強時間がこれだけとかね土日はこんだけとか決めていけると思うので、まあ、そこに合わせてどういう勉強をしていくのかってことをちゃんと考えるべきですね。たまたまあの今日は勉強時間が取れるから10時間勉強しましたでも残り1週間はこう全く勉強する気が起きなくて全くしませんでしたっていうと逆効果ですから。なのでもうコンスタントに学習継続できるようなあのスケジュールを考えていくのが必要ですね。 あとはえ六つ目になりますけれども、はい、えー、合格する方の方はね SNS 情報に振り回されないとあります。あのー、これ SNS を使っていけないとは全く言ってなくって、やはりこう独学で勉強する方からするとあの孤独感がすごいんですね。なんか自分だけで勉強してますって感じになっちゃうんですよ。やはりこう予備校を使ってて通学クラスだといろんな方がいるので、なんかみんなで頑張ろうみたいな感じできますけども。 あの通信の講座とかあとは独学の方だったりするとどうもそうなるとツイッターとかこう見てもらうと受験生いっぱいいますからあ仲間がいるんだって気持ちになりますでそういうことでモチベーションが保てるよっていうことで考えていくんだったらそれは OK です。はい、で私が言ってるあの振り回されちゃいけないっていうのはあのこちらですね。 あのあの教材がいいって書いてあったから取り組んでみようとか。あのこの勉強法で私は合格しましたって言ってるからやってみました。とかね。はい、あのそれがまずいんですよ。もちろん、あの教材がいいっていう教材はいいものかもしれませんし。まあ、その勉強法で合格した方いるかもしれませんが、それが皆さんに合ったものかわからないです。その方が実際に手に取ってみて、自分なりにこう試行錯誤して頑張った。結果、うまくいっただけであって。 あの、それをそのまま皆さんに改めてあの1番いいものかってわかんないんですね。なので、もちろんご参考にする分にはいいんですけども、まずはやはり上の方でも話しましたけども、こう試験特徴を理解して、自分が持っている教材をしっかりと抑え込んだ方がいいです。で、それでまだ時間が余るんだったらば。 まあ他の方が使っている教材とか特に問題集かなに関しては取り組んでもいいと思うんですがとりあえずは取説を使っていただいているってことから考えると取説をしっかりこなすというところで合格ライン確保できますんでね,ねそこはあの気をつけてください。はい、今あの6点で6点お話し,しましたがあの独学だとやはりこの無意識のうちにそっちに行くんですね。 で本当に自分だけで勉強するともうそこに行ったら戻ってこれなんですよただこの合格の取説を使っていただくとすると講義動画が40本入ってますその40本であの合格する人の思考とか行動を皆さんあの伝えていきますんであのさながら予備校を使ってるようにあの指導をしていけたらと思いますのであの変な方向にはいかないと思います。はい、なのでこう一緒に頑張っていきましょうっていうことでこう締めておきたいと思うんですね。 はい、改めて少しこう引いた状態でこう写しておきますけども独学で合格する人しない人ねしっかり分けて、えー、っと見てもらって、あのー、参考にしていただければというふうに思っております、はい。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。ここまで3本動画を上げてきましてこの3本がこれから勉強する上で意識しておきたいことですね。でこれをベースにこれから細かい一つ一つ勉強入っていただけるといいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。 まあ、ここから先もあの憲法民法行政法とか一般知識という形であの各科目の重要論点を説明していきますので動画をぜひ活用してください。ででではは本日の講義は以上ですお疲れ様でした